あなたのおそばに家族亭メトロ M 後楽園5階 TBS CONJ TBS CONJ TBS CONJ ラジオレディオ、聞けば見えてくる TBS ラジオ954。森本武郎スタンバイ。おはようございます、森本武郎です。おはようございます、遠藤康子です。12月24日、はい、クリスマスイブですね。今日は休日ですね。そう、天皇誕生日の振り返り休ですね。はい、まあ、世の中いよいよ押し詰まってきたという感じがしますが、はい、昨日私あのお台場のところに夜行きましたけどね、すごい人、車が大渋滞。まあ、あの帰ってくるのはもう夜中、はい、1時半過ぎてましたけど、私もうこれで車が動かないんですよ。何をしに？知りません、それ私私は仕事してましたけどね。みんなね、あの近郊のね、車のナンバーつけて、群馬とかね、埼玉とかそういうところのね、ナンバー車が多かったですけど。ああ、今日がお休みだからね。大抵ツーショット。そうでしょうね。まあそうでしょう。みんなもう夜中だもんだから不機嫌で。横に並んだ車の中 見ると楽しそうに話してる人ほとんどいませんでね。バスーン。疲れ果てご苦労様ですね。ご苦労様だな、これから群馬まで帰るのかと思ったけど、はい、まあやっぱり あまり遠出もせずに、はい、連休とはいえ近までね、済ますとなると、夜景も綺麗だというお台場あたりに皆さん、そうそう、人気スポットですよね。いらっしゃるんでしょうけど、お疲れでしょうね。はい、はい、さて、ニュースの方はですね、はい、鹿児島県の奄美大島沖のね、東シナ海、はい、不審船がまあしつこくに追いかけて、それでも逃げるという追跡劇が展開されて、最後はまあ銃撃戦という、まあ最近ではあまり聞かない話ですけれども、はい、結局沈没してしまいましてですね、まあ遺体も収容されるというような事態になりましたが、はい、まあ、この船が北朝鮮の船である可能性が高いというような話にもなってきております。一体この奄美大島近海まで来て何をしていたのかと、これが一番不思議ですね、この現代に。時々こういうその領海内に入ってきたりするっていうことがあって、そのたんびにですね、追跡して逃げていくというようなこと、これまでも繰り返していましたけれども、今回はまあとにかく逃がさんぞという姿勢が見えましたね。ですから一体何をしていたのか、このあたりも気になるところではありますが、今日はこのニュースも謎の部分がいろいろ多いので、はい、後ほどまた詳しくお伝えしていくことにいたします。はい、お天気です。今日は朝晩を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。東京の予想最高気温は13度、昨日よりはやや高めとなりそうです。警視庁交通管制センター酒井さんです。おはようございます。おはようございます。首都高速は都心環状線外回り芝公園の右側車線で事故、またこの先の外回り神田橋の右側車線で事故処理中、そして中央環状線の内回り札森橋の先でも事故処理中で、それぞれ渋滞が出始めています。そして静岡県内の東名の下りは掛川インターの手前で事故が起きまして、その後車両火災となってしまいました。東名の下りは菊川と掛川インターの間が通行止めになっています。3連休最終日、いずれも乗用車の関係する事故です。気をつけて運転なさってください。今朝もよろしくお願いします。よろしくお願いします。スタジオの電話とファックスの番号です。電話番号は東京 03-3584-0954 番、 3584-0954 番、ファックスは03-5562-9540、 5562-9540 番です。この後は今朝のヘッドライン。新宿西口ヨドバシカメラ、大成建設、大成ユーレック、アイデム、大崎電気工業の提供でお送りします。
品揃えやすさ接客応対商品知識一番を目指すマルチメディアのヨドバシカメラではモバイルライフに最適なノートパソコンが売れています。液晶デスクトップパソコン、高画質プリンター、スキャナー、デジタルカメラが安い。即日夜間配送サービスも実施中。パソコンソフトもすごい品揃え。イオンビッグローブのプロバイダー、インターネットにスピードアクセス、ADSL の加入申し込みも受付中。これはあなたの職場の朝。おはようございます。おはよう。私たちの朝はこうです。右よし、右よし、左よし、左よし、前方よし、前方よし、後方よし。大成建設では昨夜から今朝までのニュースをまとめてお伝えしましょう。東シナ海で不審船が銃撃戦の末沈没した事件で、海上保安庁は乗組員とみられる2人の遺体を収容しました。遺体からはハングル文字が書かれた遺留品が見つかっていて、海上保安庁では北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の工作船との見方を強め、遺留品の分析を急いでいます。小泉総理は海上保安庁の船が不審船の銃撃に対し応戦したことについて正当防衛だったと述べました。またこの事件について、奇怪な行動だね、我が国の近海にこういう武装した不審船がうろちょろしているのは遺憾な状況だと述べました。一方、民主党は不審船を停船させるための発砲が妥当だったかどうかについて政府に説明を求める方針です。パリ発マイアミ行きのアメリカン航空機内で乗客の男が爆発物のようなものに火をつけようとして乗務員らに取り押さえられました。男の靴からはプラスチック爆弾とみられる爆発物が見つかったということです。旅客機はボストンに緊急着陸しましたが、乗客乗員197人にけがはありませんでした。経済危機による混乱が続くアルゼンチンでは、アドルフォ・ロドルジェス氏が辞任したデラルア前大統領の後任として暫定大統領に就任しました。ロドリゲス氏は就任演説で対外債務の支払い停止を宣言、事実上のデフォルト、債務不履行が必至の情勢となったことで、国際経済の混乱は避けられない見通しです。おとといの夜、東京新宿区のホテルで女性が殺害された事件で、警視庁は女性の似顔絵を公開し身元の特定を急いでいます。女性は部屋のトイレで下着だけをつけた姿で見つかっていて、警視庁では女性とともに防犯ビデオに映っていた50歳ぐらいの男の行方を追っています。その年に最も存在感のあった人物が選ばれるアメリカの雑誌タイムの今年の人に、ニューヨークのジュリアーニ市長が選ばれました。有力候補にはウサマ・ビンラディン氏の名前も挙がっていましたが、大半のニューヨーク市民は拒否反応を示していて、選考結果に注目が集まっていました。スポーツヘッドライン。ラグビーの全国大学選手権は昨日準々決勝が行われ、関東勢がベスト4を占めました。連覇を狙う関東学院は後半明治を突き放し6年連続の4強入り。早稲田は後半大阪体育大学の激しい追い上げにあいましたが、かろうじて逃げ切り3年ぶりのベスト4。法政は同志社に逆転勝ち、慶応は立命館に圧勝しました。準決勝は慶応対早稲田、関東学院対法政の組み合わせで、来年1月2日に東京の国立競技場で行われます。競馬の第46回有馬記念は中山競馬場で13頭が出走して争われ、3番人気のマンハッタンカフェが優勝しました。2着には最低人気のアメリカンボスが入り、枠連2680円、馬連48650円と有馬記念史上最高の配当となりました。史上最多の G1 発勝を目指した1番人気のテイエムオペラ王は5着に敗れ、引退レースを飼うことはできませんでした。1000円買ってて48万ですからね。1万買ったらやめなさいって、それにしてもね、今年はニューヨークのテロの事件がありましたから、マンハッタンとアメリカというのを組み合わせっていうね、後でそういう話が出ましたけど、心情的にちょっと買いにくいですよね。すごい馬券が出ました。全国高校駅伝が昨日京都で行われました。男子は宮城の仙台育英高校が2年ぶり3回目の優勝、女子は長崎県の諫早高校が1時間8分10秒で初優勝を果たしました。フィギュアスケートの全日本選手権最終日は男女シングルのフリーなどが行われました。男子シングルは竹内陽介が逆転で3年ぶり2度目の優勝、女子は村栗文江が2年連続3度目の優勝を果たしました。
二人はともに初めてのオリンピック代表に内定しました。レスリングの全日本選手権は昨日男女各階級の優勝が行われました。各階級の決勝が行われました。2004年のアテネオリンピックから正式種目に採用される女子はフリーのみで行われ、山本聖子が56キロ級で2年連続2回目の優勝、75キロ級では浜口京子が6連覇を果たしました。男子のグレコローマン69キロ級はシドニーオリンピック銀メダルの永田克彦が5連覇を達成しています。テニスの伊沢クリスマスオープン最終日は神戸ポートアイランドホールで男女シングルスの決勝が行われ、女子シングルスは朝越忍が大会史上初の4連覇、男子シングルスは木村剛一が3年連続5回目の優勝を果たしました。以上、スポーツヘッドラインでした。賃貸マンション経営を支える力です。20年一括借り上げ、24時間サポート、50年建物診断、これが私たちの50年サポートシステムです。マンション経営のロングパートナー。そろそろか。5秒前です。3、2、1、よし。アイデムを見て応募させていただいたんですが、仕事を探している人は必死です。アイデムは信頼の情報を発信し続けます。あなたの街の仕事情報、アイデム。もう無駄ばっかり。あなたみたいないい加減な人は嫌いよ。そんな、はっきりさせなきゃいつまで経っても変わらないわよ。そうなんです。省エネ環境対策で大切なのは現状把握。ビルや工場の電力管理システムなら大崎電機にお任せください。無駄を省いてコストダウン、はっきりさせます。大崎電機。聞けば見えてくる TBS ラジオ。今朝のヘッドライン、新宿西口ヨドバシカメラ、大成建設、大成ユーレック、アイデム、大崎電気工業の提供でお送りしました。時刻は6時41分。 TBS ラジオ、森本武朗スタンバイをお送りしています。今週の動きですが、今日は24日振り替え休日ですけれども、はい、海外ではですね、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世恒例のクリスマスミサですね、25日火曜日、民主党の畑山幸男代表パキスタンを訪れます。26日スピードスケートの全日本スプリント選手権長野市の M ウェーブで行われます。27日木曜日、大阪池田小学校の児童殺傷事件で宅間守被告の初公判大阪地裁で、それから除夜の鐘の試し好きが京都の千代院で、はい、28日金曜日、いよいよもう館長の仕事を納め、東京証券取引所の大納会、それから11月の完全失業率が発表と、そして29日は土曜日、30日はもうね、日曜日で晦日ですか。そうですね、もう今年もいよいよこの1週間という感じになりました。新春の祈願は心のふるさと祈りのお山高尾山で、家内安全、交通安全、諸願成就を願って、初詣は高尾山薬王院へ。こんにちは、岡江久美子です。経済評論家の佐藤春彦先生、ズバリ自営業などの方にお得な年金は？国民年金基金です。税金もお得、年金もお得。へえ、納得。詳しくは東京都国民年金基金 03-5285-8800 まで。キオリオピンでおなじみの枠永製薬は、現代科学の推移を駆使し、生薬を生かした医薬品作りに日夜努力を重ねております。すべての人に健康で幸せな毎日を送っていただきたい、これが枠永製薬の願いです。 L 家のこと楽しもう計画、ほっときゃいいのよ、ほっときゃ乾燥まで、ナショナルかわいちゃう洗濯機、できたゆとりで食べましょうか、ほっときゃいい、食べてばっか、ほっといて。ナショナル。続いては歌のない歌謡曲の時間です。この番組はあなたと共に豊かな21世紀を松下電器がお送りします。
刻は6時44分です。1曲目クリスマスイブです。雪の中で過ごすクリスマスというのは憧れてしまいますが、ワシントンやニューヨークなどアメリカ北部の16の都市で1990年代、クリスマスの12月25日に雪が積もった、まさにホワイトクリスマスの日数は60年代の半分しかなかったということです。これはアメリカのオークリッジ国立研究所が調査した結果分かったものなんですが、これを見ますと、クリスマスの日に1センチ、およそ 2.1 インチですね、およそ 2.5 センチ以上の雪が積もった日数を調べたところ、1960年代のワシントンは10年間で4回のホワイトクリスマスを体験しました。で、その後はゼロなんです。で、1960年代には5回あったニューヨークのホワイトクリスマスも、その後は10年に1回のペースに減ってしまいました。90年代の16都市の総計では39日と、1960年代の78日の半分となってるんですね。まあ、1年のうちの1日だけについてのデータで地球温暖化との関連議論するのは早すぎるかもしれませんが、まあ、このまま地球の温暖化が進むと、ホワイトクリスマスは歌の中だけになってしまうかもしれません。今日はクリスマスイブ、明日はクリスマスです。美味しいケーキでお祝いしませんか？ブッシュドノエルはフランス生まれの切り株の形をしたロールケーキ。チョコクリームを塗ったココアスポンジを巻いて、上からブラックチョコでデコレート。中が甘くて、外は少しほろ苦くて、そのバランスがとっても美味しいんです。ケーキと一緒に美味しい紅茶もどうぞ。ナショナルのミネラル浄水ジャーポットで入れると、ポットの内側に加工した備長炭が紅茶本来の香りと旨味を十分引き出してくれます。深い味わいが広がって、お口の中は幸せいっぱい。ナショナルのミネラル浄水ジャーポットで美味しいクリスマス計画、家のこと楽しもう、それが N の計画です。6時48分です。曲はラブマシーンです。今年のお正月はテロなどの影響から国内で過ごす人たちが多そうですね。で、よく言われるのが、あのデパートなどでも今年のキーワードは化粧品、土鍋、おせち料理セット、まあ、これは海外旅行に行かないので、いつもは海外で買う化粧品を国内で買う、それからおせち料理や土鍋、お正月を家で過ごす準備として買い求めるとよく言われますが、ちなみにあるデパートではおせち料理は前年比で 30% もの伸び、化粧品が前年比で 5%、 そして土鍋も好調な売れ行き。で、ちなみに最近の消費傾向についてデパートの方は、まあ、全体に横ばいだけれども、傾向として家庭回帰の減少があるのではないかと、まあ、家庭に関わるものが売れていると話しています。今度のお正月、皆さんはどのように過ごすご予定ですか？
年に向けてお部屋を模様替えしたいけどちょっと面倒だわという皆さん、蛍光灯を取り替えて手軽に模様替え気分を味わってはいかがでしょうか。ナショナルパルク蛍光灯、クール色、ナチュラル色、ウォーム色、3色揃ったおしゃれな明かりなんです。例えば子供部屋には爽やかで本や教科書の文字も読みやすいクール色、リビングやキッチンにはお料理を色鮮やかに美味しそうに見せてくれるナチュラル色、ほっとしたい寝室には穏やかで温かい癒し系のウォーム色、こういう具合に明かりで雰囲気まで変えられるんです。3色選べるナショナルパルク蛍光灯、明るいお部屋で明るい新年をお迎えください。家のこと楽しもう、それが N の計画です。時刻は6時51分です。曲は最後のホリーナイトです。クリスマス、忘年会もあります。そして年が明ければ新年会と、暮れからお正月にかけては飲みすぎ食べすぎと健康に良くないことが続くんですが、今朝の毎日新聞の家庭欄にその年末年始の健康の知恵というのが出てました。ちょっとしたこれことですからね、覚えておくといいかもしれません。まあ、飲み会が続くときは脈拍数を自分の健康状態の一つの指標にしてみるといいんだそうです。で、宴会などでちょっとトイレなどに立った時に脈を調べてみる。で、通常は1分間に80くらいだそうですが、それが100を超えていたら飲みすぎだなということで、お茶に切り替えるとか飲むのを控えることが大事ですね。で、体重が気になる方、休みの間だけでも体重日誌をつけてみる。これいいそうです。まあ、自分の体重の変化に気がつく。まず気がつくということが重要なんですね。3キロ増えた場合は血圧にも変化が現れるので要注意ということです。まあ、とにかく少し体を動かすということがね、いいようですよ。ごろ寝でお正月という方多いかもしれませんけれども、まあ、テレビを見ていても番組と番組の間にはコマーシャル、そういう時にこう一緒に体を動かす、エクササイズをする。とにかく自分の健康は自分しかね、気をつけてくれませんので、ぜひ年末年始健康にはご自分で気をつけてください。時刻は6時53分です。曲が変わります。ロッジで待つクリスマス。天気予報と交通情報です。まず天気予報です。気象予報士の江花さん、おはようございます。おはようございます。雲が多いですね。そうですね、まあ、ただこれ朝晩沿岸部を中心に雲が多くなるだけで、日中はまあ概ね晴れですね。はい、で風も弱くて今日は過ごしやすくなると思います。気温も東京で13度と、全体的には昨日より 2,3 度高めとなりそうです。はい、ただ明日は一気に気温が下がります。上空に強い寒気が入ってきますので、もう寒くなるのは確実で、日中は10度を下回りそうなんですね。天気も晴れのち曇りなんですけども、南海上は明日は低気圧が通過しますので、夕方以降、平野部でも雪の降るところがありそうなんですね。まあ、今のところ南海上少し離れたところを通りそうですので、まあ、大きな崩れはないのかもしれませんけども、明日は夕方以降平野部でも雪の降るところが出てきそうです。はい、天気は以上です。ありがとうございました。続いて TBS ラジオ交通情報です。首都圏の電車各線、大きな遅れは入ってきておりません。久里浜金谷を結ぶ東京湾フェリーは平常通りの運行となっています。道路状況です。警視庁交通管制センター、酒井さんお願いします。はい、首都高速は7時からの入り口閉鎖もありません。首都高速では3カ所で事故処理が行われています。都心環状線の外回り、芝公園の右側車線で事故、浜崎橋から混んでいて15分です。影響で内回りも混んでいます。また外回りの神田橋の右側車線で事故、こちらも両方向渋滞が出ています。中央環状線の内回りは船堀橋の先左側車線で事故処理中で、500メートル通過に5分です。東名の下りは掛川インターの手前で起きた車両火災のために、下り線が菊川と掛川インターの間で通行止めです。この他の高速道路の流れは順調ですが、関越道は塩沢石内インターと小千谷インターの間、霧が濃いために最高速度が50キロに制限されています。
決勝から以上です。ありがとうございました。次の交通情報7時12分ごろお伝えします。歌のない歌謡曲、この番組はあなたと共に豊かな21世紀を松下電器がお送りしました。食欲をそそる美味しい香りでも混ざり合うと、そこでイオンのパワーのナショナルトリプル冷却、ラップなしでも食品同士の匂い移りを防ぎます。イオンで美味しく食べちゃおう。冷蔵庫はナショナル。新しい年の願い事を杉並の妙法寺で、厄除け、家内安全、商売繁盛、交通安全などのご祈願は杉並の妙法寺でどうぞ。妙法寺は地下鉄丸の内線東高円寺駅方南町駅から歩いて15分、環状7号線沿いで駐車場もあります。初音理子です。お正月のお膳に絶対おすすめ、永谷園の松茸の味お吸い物。もちろんそのままお吸い物でもいいし、お餅を入れればお雑煮にもなります。永谷園の松茸の味お吸い物、おいしいお正月をどうぞ。森本武郎スタンバイ。長官読み比べです。不審船、沈没というこのニュースについて、小泉首相はですね、これは正当防衛でしょうと言った。はい。でこれあえてそう言ったということは、野党はこの船体射撃の法的根拠に疑問を示していると、はい、こういう背景があるわけですが、新聞各紙は今回のこの取った措置についてどう見ているか、見てみました。東京新聞はですね、日本側には追跡のあり方などで反省点があると書いてですね、社説で、はい、不審船が停止した場面もあったのになぜ捕捉できなかったのかとこう言ってるんですね、はい、しかし、概ねはですね、やむを得なかったんではないか。これ朝日新聞の社説はですね、巡視船が最終局面で正当防衛を根拠に射撃したのはやむを得ない措置と考えるとこうはっきり言っていますし、もっとはっきりしているのは読売新聞ですね。一面のコラム編集手帳ではですね、こう言ってます。これまで舐められているという悔しい思いが海上保安庁内に強かったと伝えられている。我が領海や排他的経済水域内に平然と不審船が入り込んでくる。おととしも日本側ができるのはせいぜい威嚇射撃で、停戦命令を無視して朝鮮半島方面へ逃げ去った。舐められている。不審船の沈没という結果は残念だが、しかし少なくとも法的手順はきちんと踏んでるんではないか。一体奄美大島近海まで来て何をしようとしていたのか。不審船捜査とともに毅然とした対応が求められることは言うまでもないとこう言ってですね、これまでたびたびこういうことを繰り返してきた歴史があるんで、やはり毅然とした態度を取らざるを得なかったんだということで、今回の行為についてはマスコミはですね、概ね仕方がなかったんではないかという論調ですね。あらゆるビジネスのニーズに合わせて最先端の技術で価値あるオープンシステムを提供します。システムインテグレーターのオービック。スキー場を渡り歩くという新しい発想。この冬オープンの苗場田代ゴンドラが、苗場と田代神楽三つ又、個性豊かなスキー場を結び、ヨーロピアンテイストのスノーリゾートが生まれました。マウント苗場スノーリゾート、苗場プリンスホテルです。セブンイレブン、いい気分。お米がさらに美味しくなりました。とことんお米にこだわります。セブンイレブンが7時をお知らせします。ニュースズームアップ。
東シナ海の不審船事件で乗組員とみられる2体の救命胴衣にハングル文字が書かれていました。アルゼンチンで暫定大統領に就任したロドリゲス氏は対外債務の支払い停止を宣言しました。競馬の有馬記念はマンハッタンカフェが優勝、2着には最低人気のアメリカンボスが入り、有馬記念史上最高の配当となりました。ニュースズームアップ、日生アセットマネジメント、ミリオン株式会社、鹿島建設、ひまわり証券の提供でお送りします。時刻は7時を回りました。今日のコメンテーター、毎日新聞編集員、岸井重忠さんです。おはようございます。おはようございます。岸井さん、日本近海にですね、不審船が出没する、一体この時代に何をやってるのかというふうに思いますが、これたびたびありますね。そうなんですね。まだね、どこの国の船かっていうのは確定できてないんで、まあ簡単には言えないんですけれども、まだまだね、もしこれが、政府が見るように北朝鮮の工作船の可能性、あるいは麻薬密輸の、船だということになると、これはもうずっと水面下でね、繰り返しいたちごっこのように追っかけっこしてるんですよ、で数年前まではね、ほとんど見逃してたんですよ。はあはあ、とはやっぱりここへ来て、そういうわけにもいかないと、いうことになって、どんどん警備を強化しましてね、特に同時多発テロ以後は、テロ工作に対する訓練っていうのを非常にやってた、それを日本がどのくらいやってるかっていうのを向こうが試しに来るっていうね、こういう可能性もあるんですよね。ああ、なるほど。なかなかちょっとね、違う世界です。我々の一般的な感覚からとはですね、随分かけ離れた何かこの行為のように見えますが、やっぱりスパイの世界でしょうね。なんですね、まあ後ほどまた詳しくお話を伺うことにいたします。ニュースまとめてお伝えしましょう。パリ発マイアミ行きのアメリカン航空機内で乗客の男が爆発物のようなものに火をつけようとして乗務員らに取り押さえられ、飛行機はボストンに緊急着陸しました。乗客乗員197人に怪我はありませんでした。アフガニスタン暫定政権のカルザイ首相が23日カブールで初めての閣議を開き、タリバン後の政権が本格的に動き出しました。女性の権利尊重や教育制度の構築など、タリバン政権では抑圧されていた政策について優先して取り組んでいく方針です。ウサマ・ビンラディン氏の捜索が難航する中、アメリカ政府などの一部からビンラディン氏の死亡説がにわかに浮上してきました。この背景には捜索が長期化することで起こる世論の批判をかわす狙いがあるものとみられています。アフガニスタンでの軍事作戦に参加していたアメリカの空母キティホークがおよそ2ヶ月半ぶりに横須賀基地に戻りました。タリバン政権が崩壊し、アラビア海で展開する必要が薄れたため、横須賀に戻ることになった模様です。おとといの夜、東京新宿区のホテルで女性が殺害された事件で、警視庁は女性の似顔絵を公開し、身元の特定を急いでいます。警視庁では女性とともに防犯ビデオに映っていた50歳ぐらいの男の行方を追っています。昨日午後、静岡県南伊豆町の海岸で観光に来ていた千葉県の会社員がイノシシに襲われたと一緒に来ていた仲間から119番通報がありました。会社員は右太ももの筋肉を断絶する重傷を負い、病院に運ばれました。イノシシは体長およそ1メートルの大型で、海岸反対側の茂みから突然現れたということです。福島県原町市の郵便局で年賀状およそ40枚が誤って配達されていたことが分かりました。年賀状の差出人から年賀状が相手に届いているとの連絡があったということです。誤って配達された年賀状は一般のハガキで出されており、完成の年賀ハガキでなかったため、局員が気づかず配達した可能性もあるということです。昨日午後、さいたま市の JR 高崎線の線路上に石やコンクリート片が置かれる事件がおよそ1時間の間に3件連続して発生しました。現場が直線距離で 3.5 キロと近く、警察では同一人物による悪質な列車妨害事件の疑いがあるとみて調べています。素潜りで世界的な記録を持つダイバーのジャック・マイオールさんがイタリア領エルバ島にある自宅で自殺しているのが見つかりました。74歳でした。マイオールさんは映画グレートブルーの大ヒットで一躍有名になり、これまでにもたびたび日本を訪れていました。その年に最も存在感のあった人物が選ばれるアメリカの雑誌タイムの今年の人に、
ニューヨークのジュリアーニ市長が選ばれました。有力候補にはウサマ・ビンラディン氏の名前も挙がっていました。スポーツです。ラグビーの全国大学選手権は昨日準々決勝が行われ、関東学院、法政、早稲田、慶応がベスト4に進出しました。準決勝は慶応対早稲田、関東学院対法政の組み合わせで来年1月2日に行われます。全国高校駅伝が昨日京都で行われました。男子は宮城の仙台育英高校が2年ぶり3回目の優勝、女子は長崎県の諫早高校が初優勝を果たしました。あなた変わったわね。え、変わってなんかないよ。嘘だわ。まず髪の毛を5ミリほどカットした。ああ、よく気がついたな。いつもは電気シェーバーなのに今朝はカミソリでヒゲを剃った。まあたまにはな。そしていつもと違う銘柄のビール、新発売だったんだよ。あなた、うん、全てお見通しなのよ。あなたの変化を私は見逃さないからね。なんだよ、お前ちょっと怖いぞ。日清アセットはわずかな変化も逃しません。変身する企業をしっかりとピックアップする投資信託、日清日本株リサーチオープン、よりどりみどり。お問い合わせは 0120-762-506 まで。日清アセットマネジメントです。ニュールーマン。東シナ海の不審船事件で海上保安庁は不審船の乗組員とみられる2体をヘリで鹿児島市内の施設に収容しました。今日にも遺体を検分し、国籍の特定や死因について調べます。ニュースブームアップ1つ目、今回の不審船事件で残された謎に迫ります。今朝のコメンテーター、毎日新聞の岸井重忠さんです。お話を伺う前に、まず今回の不審船事件の経緯を振り返ってみましょう。不審船が発見されたのは21日の夕方。海上自衛隊の P3C に鹿児島県奄美大島の近海を航行しているところを発見されました。22日の未明、海上保安庁の巡視船が追尾を開始。ジグザグに逃げる船を追いながら停船させるための威嚇射撃を続けます。再三の停止命令を無視した船は炎上したまま逃走。そして巡視船2隻が不審船を挟み込もうとした時、突然不審船の甲板にいた2人が銃で発砲してきました。その直後、巡視船イナサの20ミリ機関砲が火を吹き、計186発が不審船に向かって飛びました。奄美と霧島で外線攻撃、中奄美が被弾、2209、イナサが正当防衛射撃、戦況を狙いまして射撃、2213、外線沈没。22日午後10時過ぎ、銃撃戦によって不審船は横転し、冬の東シナ海に沈みました。沈没直前、およそ15人の乗組員が海に飛び込み、やがて全員が海に消えました。その後、海上保安庁による10時間に及ぶ捜索で3位体が発見され、2位体が収容されたものです。さまざまな疑問の生じる今回の事件ですが、まずアエラのですね、スタッフライターである田岡俊二さんにお話を聞きます。田岡さん、はいはい、おはようございます。今回のですね、この不審船ですけれども、一体これはどこの船なのかと、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の工作船ではないかという見方も出てますが、田岡さんはどうご覧になりますか。そうですね、中国がね、その協業3075号というのは自分のところの船じゃないということを調べた結果、新華社が言ってるんですよ。はい、だからそういう点では北朝鮮の船である可能性は非常に高い。はい、それからライフジャケットにハングルが入ってるとかですね、その抵抗の仕方見てもですね、中国の密輸船とか密漁船とかだったらですね、そこまでは抵抗船でしょうから、だから北朝鮮の船である可能性は非常に高いけども、ただ工作船と言えるかどうかまたちょっと話は別でしてね、日本に向かってくる工作船だったらですね、日本の船のようなマークをつけたりですね、塗装にして日本船を寄せないとまずいわけですよ。はい、その中国の漁船のふりして日本に接近すればですね、みんなに目を引いて領海侵犯したら捕まりますもの。そうですね、だからむしろ中国方面ですね、例えばその何か物を買いに行くとかですね、はい、なんかその連絡とかですね、そういうのに使っておったんじゃないのかなと、ほうほういうふうに考えるのが自然ですよね。はあ、中国漁船 のようにしておったんですから、
これはしかしもうあの中に武器も持っていたと、で、まあ反撃して射撃をしてきたという形ですから、はいはいはい、かなり武装してるわけですよね。それはね、北朝鮮の漁船でも多分武装してると思いますよ。はあ、はあ、で船に武器積むことはそんなに異常なことじゃなくてね、日本はあまりそういう武器というのは非常にこう特殊扱いしますけどもですね、あの日本の商船がよくあのマラッカ海峡近くで押されたりするでしょ、あれなぜ日本の押されるかというと日本の商船武器積んでないからなんですよ。はあ、はあ、あのヨット乗りでもですね、怪しいとこ行くときはみんな武器積んでいくんですよね、その国では。そうですか、はい、武器ってのは当たり前のものなんで、普通は、普通の国では。ああ、そうですか。今回、まあ、海上保安庁の巡視船がですね、射撃によって沈没したと。でこれについての正当性を問う声もありますが、田岡さんはどうご覧になりますか。私は正当性も一番最初に問い出した方でね、つまりあの、領海の中であればね、この前のように99年みたいに領海の中から追跡するならですね、公海上まで追跡できるんですよ。はい、今回はね、もともとその追いかけ出した地点がですね、奄美大島の北西240キロというね、もう日本からはるか離れた黄海の、東シナ海の真ん中あたりで追いかけ出してるわけですよ。はい、じゃあその法的根拠は何があるかと、いうと、あの漁業戦艦水域、昔の、あの今の、 あの経済、排他的経済水域ですね、その中からだと、いうことになるんですけどもね、はい、ところがね、あれはね、あの経済活動、例えば漁業とかですね、天然資源の探査に対する規制ができるんで、それ以外日本の主権は本来及ばないんですよ。ははは、海上保安庁の取り締まりの権限、本来外のところなんです。なるほど。で漁業相手がやってたらですね、疑いがあればこれまあ訂正命令できますけども、ところがもともとそもそも漁網を積んでないから不審だと、で漁船じゃないという認識を初めから示してやってるわけですからね、はい、相手が工作船みたいなものであれば、その取り締まりは当然その十二海里のこちらの領海に入ってくれなかったら日本の警察権発動できないわけです。なるほど。だからどう見ても日本にその権限本来なかったんです。はあ、はあ、今日朝日新聞が書いてますが、国連海洋法条約で、自国の法令に違反した疑いのある船に対しては、領海を出て、この排他的、経済水域に入っても、他国領海に入るまでは追跡権を持っていると。領海を出て領海で外で始めてもですね、そうなんです。ただそれは自国の法令というのはですね、海上保安庁そこは分かってないんだけど、その自国の法令何かって言ったら、そのこの条約に関するですね、あの経済活動に関する法令なんですよ。はあ、はあはあ。そうでなければね、完全にその200マイルまでですね、日本の領海になっちゃうもの、お互いに、どの国も。なるほど。そうなったらその海、あの本来の国際法の基本である航海の自由がね、公の海は自由であるという原則は無視されちゃいます、なくなっちゃいますもん。なるほど。だからそれはあくまで漁業の規制ができますと、それの規制に違反しているものであったら追いかけていいという話なんです。はは、今回沈んでしまいましたから、その実態というものがなかなかつかみにくいという状況になりました。そうなんですね。むしろね、漁船であった方がね、かえってこちらにとってはその法的な立場は強いわけですよ。はい、ところがむしろ逆に海上保安庁はあるいはその工作船であったってことを言いたがってるんだから、話むしろまずいわけですよ。はあはあ、つまり彼らにはどうもね、そういった国際法的感覚があんまりなくて、今回警察官職務執行法なんて何の意味もないんです、公海上だから。なるほど。あくまでこれ国際法上の自衛権の範囲内であるとかですね、なんかそういうこと言わんといかんですからね。なるほど。それもしくは漁業をやっておったと、いうこと言わんといかんはずなんですよ。なるほど。ただ幸いね、北朝鮮がこれ文句言ってこないかもしれない。はあ、ははあ、つまり中国漁船のような格好してましたからね、文句言ってくると何のためにじゃあ中国漁船を装っておったんじゃと、どこ行くつもりだったんだと、なんかやっぱり少し言わなくていけなくなるから、そこのとこがなかなか彼らにとってもきついとこだからですね、泣き寝入りしてくれるかもしれない。そうですか。ありがとうございました。いえ。田岡俊二さんにお話を伺いました。さて岸井さん、はい、と、まあ、今あの田岡さんはおっしゃってるわけですが岸井さんはどう見ますか。いや田岡さんの話聞くとね、指摘はその方が自然かなと思うとかありますよね、ただ漁業あの中国漁船を装ってたけども漁業するような網とかね、漁業のためのあれはもう何も持ってなかったっていうことですから、おそらくまあそういう意図的にそう見たのか、あるいは本当にそう思い込んだかは別として、これはまた北朝鮮の工作船が入り込んできたと、いうことでずっと最初から最後まで行ったんでしょうね、かなりしつこく追いかけたと、その追跡で、始まったということですね。まあそして最後は銃撃戦になってしまったと、はい、このあたりはどう見ますか。もうやっぱりあれだけ、発表されたことを信じればね、停戦命令をしたのに、逃げ続けて、そして威嚇射撃をしても逃走停戦を繰り返してね、まあ、とにかく終始逃げる姿勢を、示してたわけですから、そこで戦隊射撃をやったと、はい、でそれを2回やった後に今度は報復って言いますかね、向こうから射撃を
一斉に受けて、それで正当防衛と、はい、いうことで撃沈したっていうことですよね、はい、ストーリーとしてはね、だからまあ、 あの新聞各紙も今回今までの工作さんに対する曖昧な、ね、対応に対して、今回まあそういう点では毅然とした態度を取ったということで、概ねやむを得ないという、そういうあれを取りましたけどね、ただ今田岡さんがしてきたようないろんな疑問点が残るんでしょうね、はあ、最後は正当防衛という形にしても、じゃあそこまで行く間それだけの権限と、それだけの見方って言いますか、認識をね、ちゃんと持ってたかどうかっていうね、そういう点がこれからちょっと議論になるかもしれませんね、はあ、まあいずれにしてもこれでもしまあそのここまでですね、朝鮮の車、船だというふうにかなりはっきり日本の政府も言い出しているということを考えますと、日朝関係っていうのはますます冷え込んでくるということになりましょうね。これは結構深刻だと思いますね、あの一つはあの長銀事件でね、朝鮮総連の本部が家宅捜索されたでしょ、はいはい、でこれに対してすぐ後で北朝鮮の赤十字が、いわゆる拉致疑惑なんですけども、まあ、向こうで言うと行方不明者日本人の、これは該当者がいなかったということで調査を打ち切るとこう言ってきてるわけですよね、だから両方とも非常に大きなトゲがこう刺さった形になってんですよね、でそこへこれが不審船事件というのが出てきたということで、まあかなりこの関係っていうのは深刻になるなっていう感じもするんですよ。そうですね、ただ一方ね、この日朝関係とか南北関係とかっていうのはね、違う次元で見とかなきゃならない部分もあるんですね、はあはあ、これはアメリカと北朝鮮のやり取り見てると一番よくわかるんですけど、両方とも強硬に強硬にいろんな手段を取った時初めて話し合いが始まるんですよ、はあはあはあ、どうもね日本との関係でも今までもそうなんですね、日本が工作船追尾のためのいろんな装備を強めたりね、速度を速めたりすると、必ずそれをね試しに来るんですよね、はあはあはあ、で今回も海洋法、失礼しました、あの海上なんて言いますか、あの保安庁のね、あれが法律銃撃ができるようにしたのまだ11月ですから、そうですね、先月でしょ、そうと本当にやるかどうかと、いうことを試しに来たっていう可能性も捨てきれないんですよ、田岡さんとちょっと見方違いますけどね、だからそういうやり取りを見てると、おそらくこの拉致疑惑の問題とそれから総連本部への家宅捜索、これそのまま放置しておくわけにいきませんから、非公式でもざーっと中断してた交渉再開の糸口になる可能性もあるんです。ああ逆にね、逆に、はあはあ、だからそこはねずっと水面下の動きをこれちょっと注目しておく必要があると思いますね。タケロースタンバイ、時刻は7時17分です。天気予報です。今日は朝晩を中心に雲が多くなりますが日中は晴れるでしょう。東京の予想最高気温13度、昨日よりやや高めとなりそうです。続いて TBS ラジオ交通情報です。首都圏の電車各線大きな遅れ入ってきておりません。警視庁交通管制センター、酒井さん、道路状況はいかがでしょうか。はい、首都高速は都心環状線の外回り芝公園でまだ事故処理が続いています。浜崎橋から混んでいて20分近くかかっていまして、影響で羽田線の上りも少し渋滞が出ています。中央環状線の内回りは船堀橋の先左側車線で事故処理中、渋滞1キロ、通過には5分です。東名の下りは事故から車両火災となりまして、下りの菊川と掛川インターの間が5時27分から通行止めになっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報7時25分ごろお伝えします。私小林亜生が全国のお父さんにエールを送ります。あっせーの、ミリオンパワーで元気出そう。あっせーの、無臭ニンニクで元気出そう。無臭ニンニクのミリオンパワー、お求めはお近くの薬局薬店で。1、つい新聞を読みながら食事をしてしまう。2、ついお酒を飲みながら頭にネクタイを巻いてしまう。3、つい妻がいながら受付嬢にアタックしてしまう。4、建物を地震に強くしたいけど工事中の引っ越しは嫌なので、ついいながら耐震補強工事を鹿島建設に頼んでしまう。さて、あなたはどのタイプ。100年を作る鹿島。ひまわり証券の外国為替取引なら手数料は1ドル当たり10銭、しかも24時間リアルタイムレートでご利用になれます。もちろんインターネットでもお取引可能です。外国為替取引のリスク・メリットは 0120-24-9680。 ひまわり証券。時刻は7時19分です。ニュースズームアップ、ここまでは日生アセットマネジメント
ミリオン株式会社、鹿島建設、ひまわり証券の提供でお送りしました。ここからはチューリッヒの提供でお送りします。ニュードゥーマップ。ビンラディン氏らの捜索が続くアフガニスタンですが、23日タリバン政権崩壊を受けたアフガニスタン暫定政権が本格的に始動しました。ニュースズームアップ2つ目、前途多難な暫定政権とビンラディン氏の死亡説です。キーさん、はい、ビンラディン氏死亡説が浮上しました。そうですね、これがどうなるかですね、まあちょっとこれから。ただまあ新しいね、政権、暫定政権ですけども、発足したっていうのは同時多発テロからちょうど3ヶ月経って、はい、クリスマス直前にね、ようやくアフガニスタンに対する報復戦争の大きな山を越えたっていうことは言えるわけですよね、非常に大きな区切りを迎えたということだと思うんですけども、はい、ただ最終目的はやっぱり、ビンラディンの、捕捉あるいは殺害、あるいはオマール氏の捕捉殺害ですからね、これがないとアメリカとしては戦争終わらないということでしょうから、この死亡したのかどうかっていうところに今度は焦点が全部終焉していくわけですよね。そうですね、なんかこれを見るとですね、あまりにもタイミングよくこのムシャラフさんのですね、話が出てきて、暫定政権できた、もうビンラディンは死んだとこれはアメリカにとってですね実に都合のいい話だし、それからパキスタンのムシャラフ大統領にとってもそうでないと困ると、困るということでしょうね。特にあのパキスタン逃亡説とかイラン、イラクへの逃亡説とかね、はい、あるとこれ下手するとまた戦火拡大するっていうことにもなりますし、特にパキスタンにとっては自分のところに逃げ込んだなんていうことが本当になったら、これどうしようもないことになりますからね、だからやっぱりここで死んでもらいたいと、いうことがあるでしょうしね、まあ、一方でムシャラフ大統領はもしパキスタンにいれば必ず捕まえてアメリカに引き渡すとは言ってますけどね、だけどやっぱりそこに願望はちょっとにじみ出てますよね。そうです、なんか死んだことにしてしまえみたいなね、してしまえという、ね、乱暴な、ね、話のように思えて仕方がないんですが、まあこれはアメリカにとっても国内世論の問題がやっぱり刺さってますから、刺さってます。これはやっぱりね、ビンラディン氏をとにかく確定しないことにはね、アメリカ国民もやっぱり納得しないでしょうしね。でしょうね。だからブッシュ大統領としても戦争終結宣言をどこでするかって言ったら、まだ暫定政権発足だけじゃできませんからね、はい、だからこれをどうするかっていうんで今言われてるのが、DNA 鑑定っていうことでね、はいはい、だからアルカイダの兵士のずっと指輪なんかから採取してね、そして、DNA 鑑定をして、すでにビンラディン氏の DNA はもう一応掴んでるって言ってるんですよね、はい、だそれと照合するということになってますからね、あったって言っちゃったら、それで終わりっていうのもなんかね、まあ、拍子抜けするような感じもしますし、何だったのかなってことありますけど ね、ただね、それ全部今あの出てきてる遺体からね、アルカイダの遺体からそれですぐ出ればいいですけども、しかしまだまだ洞窟の中のね捜索っていうのは、相当作戦まだ続いてますからね、地上での、そうですね、一人一人のその DNA 鑑定やって、都合よくビンラディンと一致したっていう話になるのかなと、そうなるとあまりにも出来すぎの話だなっていうことにもなりかねませんよね、まあ、みんな眉唾になりますでしょうね、すぐ信じるってわけにいかないでしょうけども、だけど最後はもうそれしかないでしょうね、ここまで来ると、はあ、もう逃亡したことがはっきりしてればね、また次のところへ展開するんでしょうけども、もし本当に今までの空爆の中で死亡している可能性が高いとなると、現実には DNA 鑑定で特定するっていうしかないんですよね、でしょうかね、こんなことないですよね今までね、そうですね、戦争の終結が DNA 鑑定でね、一番恐ろしいのは、このもうすでにビンラディン氏は死亡したんだ、ということになったとしてですね、それからまたしばらくしてこういうテロが起きたと、やはりビンラディンは生きていたと、いうことにならないとも限らない、それはならないとも限りませんし、もし仮にビンラディン氏が死亡してても、まだまだ報復テロの可能性っていうのは消えたわけじゃないでしょ。そうですね、やっぱりアルカイダの兵士っていうのは50カ国最低5000人って言われてるわけでしょ、だからさっきの不審船じゃないですけども、はい、日本もテロ工作員の上陸に備えて訓練するってやつなんですよね、だからそれにちょうど引っかかった形でもう工作船っていうことにしちゃったんだと思うんですけどね、だからそういうあれがもう各国でやってますからね、はい、それはなぜやるかって言ったらそういう恐れがまだあるからですね、あるからですね、だから必ずしもビンラディン氏が死亡したと、それが DNA で確認されたといってね、報復テロの可能性が消えたわけじゃない、それに対する警戒っていうのはまだまだ必要だってことですよね。チューリッヒからのお知らせです。
私生島博がご紹介しているチューリッヒの自動車保険、見積もりは電話でわずか 5,6 分で取れるってご存知でした？いや本当なんです。チューリッヒはクイック見積もりだからわずか 5,6 分で保険料がわかる。だからお仕事や家事のちょっとした合間にパパーッと電話して今よりいくら安くなるかを聞けるってわけです。便利でしょ。買い物だって今日は見るだけってことないですか？保険選びだってとりあえず保険料を聞いてみるだけってことから始めてもいいじゃないですかね。検討するのはあとあと。さああなたも現在ご加入の保険証券をお手元にご用意の上、とりあえずクイック見積もりしてみませんか？電話番号よろしいですか？ 0120-860-212 860-212 フリーダイヤルハロースイスまでお電話を。朝8時から夜12時まで受け付けています。携帯からもフリーダイヤルハロースイス。ニュースズームアップチューリッヒの提供でお送りしました。時刻は7時25分 TBS ラジオ森本武郎スタンバイをお送りしています。先輩キャッチボールしませんか？すまん、俺ラガーマンだからボールを前に投げられないんだ。じゃあ後ろ向いて投げればいいじゃないですか。どれ？あ、本当だ。ファイト一発。肉体疲労時の栄養補給滋養強壮に大正製薬のリポビタン D、 医薬部外品です。青いのぼりのお店でどうぞ。何でもジョイフル。お正月の準備はもうお済みですか？え、まだ？それなら何でも揃うジョイフル本田へ。あれもこれもそれもみんなまとめて揃っちゃう。しかも嬉しい価格、嬉しいサービス。お正月の準備もジョイフルで楽しく。グローバルホームセンタージョイフル本田。ランナー二塁を回って三塁へ。三塁コーチャーが手をぐるぐる回しています。ぐるぐるプルグルプルグルと。喉が渇いた、ここで一本プルグルと。プルグルとはプルーン果汁 100% のヘルシードリンクです。天然のカリウム、カルシウム、鉄分がたっぷり。プルグルと飲んで頑張ろう。神戸の小山商事がお届けします。ねえマスター、ベストを尽くすって難しいよね。いや、そうでもないですよ高橋さん。お、普段からその人のことを気にかけて一番ふさわしいものをおすすめする。なんだマスターと僕のこと。富士火災はあなたにベストコンサルティング。富士火災。ピッティング犯罪をシャットアウト。犯罪を防ぐ鍵は川口技研の GH 取り替えシリンダー。ピッキングに強い、破壊に強い GH 取り替えシリンダー。詳しくは川口技研のホームページをご覧ください。時刻は7時27分です。明日の住まいを作る S-by-L がお送りする TBS ラジオ交通情報です。首都圏の電車各線大きな遅れは入ってきておりません。警視庁交通管制センター、酒井さん、道路状況いかがでしょうか？はい、首都高速は7時半からの入り口閉鎖もありません。まだ都心環状線の外回り芝公園の右側車線では乗用車の事故処理が行われています。汐留から混んでいて20分、影響で羽田線の上りは浜崎橋で 500m 通過に5分です。中央環状線の内回りは札森橋の先左側車線で事故処理中で少し渋滞が出ています。東名の下りは菊川と掛川インターの間の通行止めが続いています。下り掛川インターの手前で大型トラックと乗用車の事故が起き、その後車両火災になりまして2台とも燃えました。もう火は消えているんですけれども、まだ東名の下りは菊川と掛川インターの間が通行止めになっています。下り掛川の出口で3キロ混んでいます。千葉の県用道路下りは穴川で1キロ渋滞しています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報7時45分頃お伝えします。1951年ラジオ民間放送開始、65年カークーラーカラーテレビ、三州時代始まる、66年ビートルズ来日、時代時代を見つめてきた S-by-L の住まい、ときめきと感動の歴史は S-by-L の歩みでもありました。おかげさまで50年。 S-by-L交通情報、明日の住まいを作る S-by-L がお送りしました。生島博です。愛しい人がいます。守りたい人がいます。快適な暮らしがあります。そしてここには幸せがあります。素敵な暮らしをプロデュース、ベルデムールマンションのディベレステ。
新春の祈願は心のふるさと祈りのお山高尾山で。家内安全交通安全諸願成就を願って、初詣は高尾山薬王院へ。ご存知ですか、住まいのイメージや車庫のスペース、使い勝手に合わせてガレージシャッターには実に様々なタイプがあることを。こだわっている人は本当の快適さを知っています。三和シャッター、住まいにもっといいことを。三和のガレージシャッター。時刻は7時30分です。アリナミン V スポーツスタンバイ、武田薬品、ホテル桜井グループ、日本アジア航空の提供でお送りします。ねえ、思いっきり楽しまない？よし、ホテル桜井だ。ホテル桜井、一度と言わず二度も三度もアジョイナいらっしゃい。飲んで歌って楽しさ満腹、草津温泉ホテル桜井。決まりだね。金城武史です。台湾に行ったら市場や屋台で味わってほしいのがルーローハン。行ってみれば豚バラ肉のそぼろかけご飯、一食たったの100円、これが美味しい。詳しくは JAA ホームページまたは台湾で。ケースキアナウンサーです。おはようございます。どうもおはようございます。もう冬といえばラグビーですね。そうね、ラグビーシーズン真っ盛り。はい、いよいよ12月の27日からは全国高校大会が始まりまして、はい、この高校大会にもですね、森本さんは慶応大学出身ですよね。はい、神奈川激戦区を勝ち抜いた慶応高校、はい、出てきますね。それから東京勢からはですね、実に21年ぶりに復活してこの花園の切符を手にした保全高校。懐かしい名前だよ。何だろう、昔の監督の息子さんが今監督やってる。それで立て直してきたんですよね。もう保全名門校ですよね。名門ですね。全国大会4回優勝したという保全高校なんかも出てくるんで、この辺りも注目なんですが、はい、高校生は割と成功到底って言われるんですよ。あら、西の学校が大阪や九州を中心に強くて、ところが高校卒業して大学に入るときに東に流れてくるっていうケースが非常に多い。でそれがもうやっぱりそのまんま大学選手権の結果に現れてきて、ここ数年の傾向で、で昨日全国大学選手権の2回戦が行われたんですが、はい、私も秩父宮に取材に行きました、結局勝ったのがですね、関東学院で法政、慶応、早稲田、全部関東、はい、ね、しかもリーグ戦の1位に、それから対抗戦の1位にっていう、このベスト4が1月2日、新年の1月2日に行われる準決勝、国立競技場に、切符を手にしたということ。そういっちゃなんですが、はい、昨日の早稲田はどうしたんですか。早稲田大学、実はですね、58対54という、4点差の勝利と、でこれですね、相手はまあ大阪体育大。関西の4位なんですよ、はい、で、まあ、普通にラグビーファンっていうかマニアが考えてですね、40点から50点の差がつく試合なんですよね、で前半終わったところで、まあ、かなりの差がついてまして、そうですよ、43対12だったんです、一時まあ36点の差がついたんですけど、まあこれでどのぐらいの点差がついちゃうのかなと、これ100点ゲームになっちゃうかもしれないなと、まあ、誰もが思ったんですよね。一番思ったのが監督だったようですね。あんまり点差をつけて対象して、うん、そうすると学生のことですから、気が緩みます、はい、でもう自分たちは強いっていうふうに確信しちゃいますし、慶応戦がいい例でしたんでね、はい、慶応に対象した後ちょっと舐めたら明治にすごい出られてしまったでメンバーをねゴロゴロ入れ替えたんですよ。はは、控えの選手を全員出して、なるほど、はい、これが裏目に出ましてね、もう後半は完全な大阪体育になりましたもんね。これねロスタイムわずか1分しかなかったんですけどね、3分あったら負けてましたね。ね、肝冷やしたでしょうね。もう報道陣も早稲田の出身者って結構多いんですけどね、マスコミに就職した人もう怒ってましたね。もうね記者会見の監督かわいそうでね、なんかもうそういうなんかいわゆる早稲田のラグビー部出身の記者の人が結構いるんです。なんかもう腕組みされちゃってね。どうなってんだ。いやその中でまあ清宮監督今年からね早稲田聞いて、はい、まあ、はい、確かにもう立て直してますし、そうですよね、もう週刊誌にも早稲田のカルロスゴーンなんて言われてるぐらいですから、すごい立て直ししてるんですよ。確かにもう強い早稲田を復活させてるんですが、舐めすぎたと、反省されてました。お調子
なのかね、お調子カツと、舐めて、ね、そういうよくありますよね、あるよね、調子、お調子も早稲田キスってちょっとある何型ね、ちょっとね、少しね、辛口にいっとかないと、早慶戦ですからね、次はこの後もうこの早慶戦がですね、もう全てを握ってくるわけですよ、で慶応もね、あの早慶戦前回、まあ、11月に行われた際には、はい、内容非常に悪かったんです、ディフェンスが悪くて、ただそれもね、メンバー的にまあ完全な状態じゃなかったんですよね、でそれを今度は戻していきまして、はい、で今ね一番調子いいのは慶応ですね、そうですか、塾に乗ってます、うん、はい、どこですって一番調子いいの、いや慶応だ、慶応義塾っていうんですか正式名称、そうここがですね、非常に今力が乗っていて、でそれに対して早稲田はどうかというと、ここまでちょっと主力メンバーがあの6人ぐらいいなかったんですけど、これがまあ全員ごっそり帰ってくるんですよ、なるほど、ですからまあ前回はかなりの差が開きまして33点差が開いて早稲田が勝ったんですが、はい、今度はあの点数的にはもっとずっと競ってきますね、うん、両方ともまあね、両方とも揃えて、もうやっぱりここがピークですから、ピークでしょう、ね、そこに合わせて持ってきますんで、楽しみ、1月2日ですね、国立競技場、はい、早稲田慶応とそれから関東学院法政と、この勝った方が決勝と1月12日ということになります、ね、はい、ラグビーシーズン楽しみで、楽しみです、はい、勝田圭介アナウンサーでした。丸山さん、おはようございます。おはようございます。今日も一日ブイッと行こう、ブイッと行こう、行ってきます。疲れた体に朝の一本、肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に武田のアリナミン V、 医薬部外品です。アリナミン EX です。目が疲れる、肩が凝る、腰が痛む、そんな辛さからあなたを助け出したい。目、肩、腰に飲んでますか。眼性疲労、肩こり、腰痛の緩和にアリナミン EX、 武田。アリナミン V スポーツスタンバイ、武田薬品、ホテル桜井グループ、日本アジア航空の提供でお送りしました。続いて近藤建設がお送りする天気予報です。今日は朝晩を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。東京の予想最高気温13度、昨日よりやや高めとなりそうです。ママが好き、ママが好き、私の服は、行ってきます。いってらっしゃい。タイの国埼玉、上福岡の近藤建設です。楽しいお店、オリンピック、オリンピックでクリスマスを探そう。新鮮市場、プレゼント市場、あれもこれもオリンピック全店、ジングルベルベルクリスマス特集開催中。 OLYMPIC、 オリンピック。グッド群馬の新鮮野菜、冬の鍋物に欠かせないのが春菊。群馬の春菊は緑が濃く、多肉が厚く、そして柔らか。和え物、おひたし、煮物、天ぷら、何でもござれ。群馬の春菊で今日も元気。 JA 群馬共慶春菊出荷協議会。現場にアタック。現場にアタック、伊東洋華堂の提供でお送りします。今朝の担当、近藤香織さん、外に出てってますね。近藤さん、はい、おはようございます。おはようございます。今朝は東京ディズニーランドにやってまいりました。定番だねはい、定番といえどもですね、今日はクリスマスイブですから、はい、ものすごい人ですね。もうすでに、すでにというかもうとっくにというか、はあはあ、開演は何時だっけ。開演はこの後8時からなんですけれども、今もうすでにですね、1万人くらいの方が並んでるんじゃないかなと、すごいね、はい、おっしゃっていましたが、広報の方が、でもですね、もうそれと同じぐらいの人たちがですね、駐車場からゾロ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 、まだ出てきてる、出てきてますよ。そうか、しかもカップルが多いんですよ。カップル多いんです。武田さんの昨日ご覧になったお台場と多分同じだな、似てるのかもしれませんね。なんか声暗いよ心なしかだって乾いてるよ笑いがいえいえ、でですね、ディズニーランドなんですが、はい、今年の9月
にあのディズニーシーがお隣にオープンしましたよね。でテロ事件の影響で海外旅行が減った影響もあったのか予想以上に好調ということで、特にディズニーランドの方が好調ということですね。で昨年度の延べの入場者数は1,730万人だったんですが、2001年度の方はランドとシーを合わせてなんと2160万人を見込んでいると。すごいね。ということで本当に不況知らずという感じですね。今日1日でどうなんだろうね。はい、今日1日ではディズニーランドとディズニーシー合わせて11万人を見込んでいると。大変だ。クリスマス用に何か特別なことやってるわけ？はい、もちろんやってます。ショッピングエリアがありますが、ワールドバザールというところに、はい、クリスマスツリー、これがなんと15メートルもあるクリスマスツリーが飾られてます。カップルの方が次々に交代に写真を撮ったりしてるんですね。そうですか。はい、それからですね、特設ステージがシンデレラ城の前にできますが、そこでショーが行われたり、スペシャルのパレードが行われたり、クリスマスシーズン限定のグッズが売り出されたりと、もう目白押しです。そうですか。はい、夜にはね、クリスマスソングとともに300発の花火も打ち上がると、はい、いうことです。みんな朝から来て夜までいるのかな。そうですね、お話伺ったカップルの皆さんはもちろん夜までいます。そうですか。にっこり笑ってらっしゃいましたよ。まあクリスマスの日にディズニーランドで遊ぶっていうのもな、若い人たちにとっちゃ楽しいだろうよ。若い人たちにとっては楽しいですよ、本当に。ねえ。でですね、大きなお世話かなと思ったんですが、はい、私たちカップルの方々にですね、ええ、今年のクリスマスプレゼント何を相手に買ったのか、そしてつまり予算はいくらなのかを伺って歩きました。はい、そしたらですね、平均学生の方も社会人の方もおよそ2万円くらいですね。 お互いに2万円ずつあげる。はい、でですね、伺った中でびっくりしたのはですね、42歳と27歳の、女性が27歳ですね、というカップルなんですが、男性は、なんだそれ。彼はバツイチで新しい奥様を迎えられたばかりのクリスマスということなんですが、ご夫婦ね。ご夫婦で、新婚さんなのでカップルに入れさせていただきました。はい、彼の方は8万円のヴィトンのバッグ、女性の方はなし、プレゼントをあげないというふうにおっしゃってましたよ。もうデレ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 してんだ、男の方が。それからですね、20歳の女の子の、彼女の方なんですけれども、その彼女はですね、お金をかけないで手間をかけるということで、手編みのマフラーを編んでいます、という方もいらっしゃいました。おー、はい、よかったね。冷たいですよ、竹郎さん。そしてですね、こちらには先頭に近く前から5列目に並んでいた、川口からいらっしゃったカップルにちょっとお話を伺おうと思っていらしていただきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。川口は何時に出たっていう？1時ぐらいですね。1時ぐらい。はい。あ、ちなみにお年はおいくつ？22歳です。若いね。彼女は20歳です。若いね。これやろう。もうね、私眩しいくらいですもん、お二人見ると。そうだろうね。だって何ですか。お話を伺います。はい、お二人今日は1時に出たっておっしゃってましたけど、はい、こちらには何時頃来たんですか？こちら1時半ぐらい、30分ぐらいで着いちゃいましたね。何してたの今まで？バイト終わってから、そのまま風呂入って直行で、2人で風呂入ってディズニーランド行こうってこと。いや、それは違います。ああ、そうだね、びっくりしたよ。はい。うん、はい、だけど随分長いこと待ってたね。そうですね、最初来た時は、まだ入り口が開いてなくて、それで車の中でちょっと待つ形になっちゃって、入り口が開いて、駐車場で待って、いいね、車の中で待ってんのも楽しいだろうね。車の中でちょっと3時間ぐらい添い寝しちゃいました。こらやってらんねえな。ちなみにお二人はクリスマスプレゼントは彼女は何をあげたんですか？あ、彼から聞こうかな。彼は何をあげたんですか？指輪を。指輪、はい、ご予算は2万円ぐらいですね。また無理したな、はい、おい。私の大好きなブランドの指輪だったんでしょ、さっき聞いたら。彼女の方は、予算は？予算は7万ぐらい。7万ぐらい。でもそれは、彼が誕生日がすぐ近くだったんで、誕生日プレゼントと一緒に行って買いました。熱々だな。はい、もう熱々です。彼はなんと、DVD のホームシアターのセットをもらったということで、年越しはいい音で、いい映像で過ごすということですよ。そうですか。はい、
幸せだね、二人とも。そうですね。はい。そう。いや、本当今日一日どうぞ楽しんでくださいね、はい、ありがとうございます、うん、並んでなくて大丈夫なのかい。そうですね、もう直行で向かいます、うん、そうですか、はい、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。そしてですね、うんうん、今日、ディズニーランドさんの方から、ご好意でディズニーシーオープニング記念の特製腕時計をですね、リスナーの方5名様にプレゼントいたします。あら、まあありがたいね、はい、こちら一般には売られておりませんので、うん、おはがきでご応募ください。はい、郵便番号 107-8066、うん、TBS ラジオ森本武郎スタンバイディズニー腕時計プレゼント係までご応募ください。そうか、はい、まあ本当にあの音がね伝わってきますよ。たくさんの人がね並んでいる音がね。この喋ってる間に列は倍に伸びましたね。そうですか、はい、なかなか感じのいい2人だったね。爽やかですよ。青春してますね。はい、結構なことでございました。ご苦労様でした。大変お気の毒でした。近藤さん、でしょ。今年はいつもと違うおせちが食べたい、そんな方におすすめします。一流シェフが腕を振るったイトーヨーカドーの特選フレンチ風おせち。一の重には伊勢エビや車エビ、下ビラメなど厳選魚介のお料理がいっぱい。二の重には緑のハーブ焼きや子羊のパン粉焼きなど肉料理を中心にフォアグラやトリュフも盛り込んだ豪華な仕上がり。味付けはあくまで本格フレンチです。またフレンチ風おせちの他にも中華風おせちや魚おせちなどもご用意。伊東洋華堂のおせちは一部地域を除き無料宅配いたします。ご予約はインターネットでもどうぞ。現場にアタック、伊東洋華堂の提供でお送りしました。時刻は7時46分です。警視庁交通管制センター、佐々木さん、道路状況をお願いします。はい、首都高速は都心環状線外回り芝公園の右側車線で乗用車の事故処理が続いています。汐留から混んでいて20分です。この他首都高速順調に流れています。東名の下りはまだ通行止めが続いています。東名の下りは事故車の火災のために火は消えているんですが、まだ下り菊川と掛川インターの間の通行止めが続いています。この他の高速道路の流れは順調なんですが、関越道は塩沢石内インターと小千谷インターの間、濃い霧のために最高速度が50キロに制限されています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報8時前にお伝えします。おはようございます。朝ごはん食べました。仕事前にそこの吉野家で朝定食、小粒の納豆が嬉しい納豆定食、脂の乗った鮭が美味しい焼き魚定食、そしてその両方が食べられる徳朝定食。やっぱり朝はご飯がいいですね。吉野家の朝定食、朝5時から10時まで。娘が嫁に行った。だから父さんはピタッとくんにしようっと。ピタッとくん、それは運転しない人の分は保険料がいらないという初めての自動車保険。日生堂は損保から。タケローニューススクランブル、柳瀬スーパーカーゴ、韓国農水産物流通公社、タカラレーベンの提供でお送りします。北海道の友達が車でここ沖縄までやってきた。大変だったね。いや、日本中どこでも柳瀬があるから安心してドライブできたよ。日本全国安心のアフターサービス体制、オール柳瀬ネットワークです。いいものだけは世界から。柳瀬。もしイタリア人がグラムセモリナのそばを食べていたら、バーナ誕生トビアって感じでしょ。あなたのキムチは正しいキムチですか。韓国産はキムチキャラクターが目印です。韓国農水産物流通公社。タケローニュースクランブル。女性運動のパイオニアで日本初の女性国会議員となった加藤静江さんが22日呼吸不全のため亡くなりました。104歳でした。まあ、大往生と。大往生ですよね。もう本当に驚きますね。はい、岸井さんはもう加藤さんとはお会いになってるわけですね。はい、何度かお会いしました。特に晩年車椅子でね、ちょっと ご不自由でしたけども、
かしはつらつとしててね、みずみずしい若さっていうかね、よくそれが保っていられるなって、やっぱり生き方なんでしょうね、やっぱりものすごい波乱万丈の人生ですけども、一貫して凛としたね、そうですね、生き方を貫いたっていう印象が非常に強いですよね。まあ女性の自立などということがね、今のような時代とは違いますから。全然違います、特にあの最初の結婚は男爵とですからね。そうですね、貴族の世界入ったわけですからね、それで離婚って言い出した時に、私印象に残ってるこれ言い伝えですけどね、男爵がね、そうか君もいよいよ自立の道を選ぶかと、そういう時代になったのかなってね、言ったって、だ予感があったんですよね。でしょうね、それでまあ加藤寛寿さんっていうね、また社会主義運動家と結婚されて、ガラリと変わるわけですね。変わった社会運動に飛び込んで、戦後初の選挙で当選、衆院参議院両方ねやられて、加藤寛寿さんとはおしどり国会議員としても有名だったんですけどね、人口問題などにね、非常に力を入れた方ですけどね。青森県住宅供給公社の14億円横領事件で逮捕された容疑者のチリ人の妻が金を返すつもりはないと話していることから、公社側が巨額の着服金を回収するのは難しくなっています。まあ現地でもマスコミ取材に堂々と言いたい放題というね、言いたい放題ですね、大変な注目を浴びてますけどね。私印象に残ってるのは、まあ日本っていうのは賢いはずなのにバカじゃないかって横領ね、見逃してたことについて言ってるんですよ、彼女は。そうですよね、だからね、あれ言われるとちょっと尺に触りますけども、言われてみると本当にあの住宅供給公社って何をやってたんだ、8年間も。そうですね、しかも半端じゃない金額ですからね。半端じゃないですよ、それでまあ一応着付金のね、返還交渉をするっていうことになるんでしょうけども、なんか全然力出ないですね。そうですね、まあ、120万円預金が残ってたのと、それから東京で120万円ですからね、残ってない14億のうちのねまああと東京のホテルで捕まった時は500万ぐらい残ったんですかね、それが返還されるかどうかぐらいでしょうけどね、私は公社の幹部の、ね、責任徹底追及すべきです。そうですね、日本には感謝してますって言われても困っちゃいますよね。困っちゃいますよ、本当になんだか釈然としない事件ですね。パリからマイアミに向かっていた旅客機で乗客の男が靴の中に仕込んだ爆発物のようなものに火をつけようとし、乗務員に取り押さえられました。どうやらプラスチック爆弾らしいという話が伝わってますが、岸井さん。はい、これもね、まあアメリカとしてはいわゆる報復テロっていう、特にクリスマスに向けたね、これをものすごく警戒して厳重態勢取ってたんですけれども、しかしこれがどういう背景があるかまだ全然わからないんですよね。まあ英国旅券だったんですけど、これはまあ大体偽造だという見方で、どうも男の国籍はスリランカらしいということなんですけどね。ただやっぱり旅客機でなおね、そういうプラスチック爆弾を靴に仕込んでね、乗るっていうことがあるわけですからね。そうですね、まあ、これは乗客がね取り押さえたっていうことで事なきを得たんだけども、この警戒態勢っていうのはどうしたらいいのかなって、ちょっと、まあ呆然とするとか、ね、最高レベルでね警備をしていたと言いつつも、見逃してしまうということが紙一重でしたよね、現実に起こってしまいましたし、これ中で取り押さえたからいいようなものの、また大きな事件にならないとはね、限らないですからね、非常に心配ですね、そこは。そうですね、ますますきちっとしたこれ警備体制取ってほしいなというふうに思います、ありがとうございました。今日のコメンテーター岸井重忠さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。レーベンハイムは私を、そして私たちを優しく包み込む空間、家族を育む住まい、レーベンハイム。愛からウイエ株式会社タカラレーベン。迅速確実安心を胸に秘め、今日も全国駆け巡る24時間365日受付配送 OK のスーパーカーゴ、さあ皆さんもご一緒に。走れ走れ進め進めスーパーカーゴ。タケローニューススクランブル、ヤナセスーパーカーゴ、韓国農水産物流通公社タカラレーベンの提供でお送りしました。初詣は府中大国玉神社へ。ナショナル電動工具体験レポート。器具の取り付けですとか、
そういう時にやっぱ天井裏ですと狭くて暗いんで、インパクトドライバーと充電ドライバーを持ち運ぶのがまず大変なんですよ。という東京練馬区の設備業山本義隆さんに、インパクトとドリルドライバーが合体したナショナル充電マルチインパクトドライバー EZ6505 を使っていただきます。あ、一緒になってるんですか。でインパクトになるんですか、このスイッチ一つで。すごいですね。世界初、インパクトとドリルドライバーが合体、ナショナル充電マルチインパクトドライバー新登場。松下電工、快適な住まいづくりのお手伝い、 DIY からリフォームまで、住まいと暮らしのことなら石柱へ。ホームセンター石柱で暮らしもっと楽しく。手足の冷え肩こりにビバメイト以上ロートから。時刻は7時54分。 TBS ラジオ森本武郎スタンバイをお送りしています。モーニングブレイク、ユニオン、連合、サイボーズ、村岡食品の提供でお送りします。あっちでもカリカリ、こっちでもカリカリ、うるさくっておいしくってごめんなさい、村岡のリンゴ梅。いつでもどこでも誰とでも気分爽快リフレッシュ、うまい村岡の梅。寒い日に欠かせない暖房器具ですが、最近オイルヒーターが人気のようです。オイルを電気で温め、蛇腹型の放射板を通して部屋全体をじんわりと暖房してくれる、まあ、換気や給油の手間がいらず、火を使いませんから、赤ちゃんとか小さいお子さんのいらっしゃるご家庭、あるいは高齢者の所帯で人気を集めてるんですね。で、大手量販店の方は1ヶ月で100台以上の販売ペースが続いている。ガスストーブと同じ割合で売れると話しています。口コミで買いに来る人多いそうですけども、ただしじんわりとこう壁とか床から伝わるために、気密性の高い住宅でないと効果が出にくいという欠点があるんですね。で、昔ながらの住宅には馴染まないと言われてたんですが、まあ、輸入住宅とかマンションの普及が需要を後押ししたようです。まあ、暖房器具それぞれの部屋の広さや構造を考えて利用すると効率的ですよ。いつクビにされるか。またサービス残業か。もうせっかくの日曜日や。女だからなんだっていうのよ。こうした職場での不安や不満から解放されて、もっと伸び伸び頑張れるように、労働問題のご相談は連合まで。0120-154-052、 携帯からもつながります。ユニオン、連合。サイボーズ、仕事のストレスインタビュー、あなたの仕事のイライラお聞かせください。林くん頼むよ。仕事が忙しいのは分かるんだけど、私はあんたの電話番じゃないんだからね。そんなイライラにサイボーズ、日本企業1万社が導入しているグループウェア、サイボーズオフィスで解決してください。サイボーズ。モーニングブレイク、ユニオン、連合、サイボーズ、村岡食品の提供でお送りしました。時刻は7時57分に間もなくなります。さて、8時からの日本全国8時です。今日は永谷治さんの登場です。迷惑メール、アドレス変更など皆様のご協力により迷惑メールは減少しましたが、送信側の手口も巧妙化しています。ドコモは11月から受信ブロックを実施、1月10日からドメイン指定受信機能を開始するなど、迷惑メール撲滅に取り組んでいます。アドレス変更の方法など迷惑メール対策についてのお問い合わせは、ドコモの専用ダイヤル 0120-881-536、 0120-881-536 へ。迷惑メール。お鍋パーティーお楽しみ中失礼します。余ったお野菜たちはちゃんと明日のサラダにしてあげてください。キューピードレッシング。毎日の食卓でおなじみのキューピーがお送りする天気予報です。江原さん、お願いします。はい、今日は割と過ごしやすい一日で、日中は晴れるところがほとんど、気温は昨日に比べると2、3度高めとなりそうです。ただ明日は上空に強い寒気が入ってきますので、午後は次第に雲が多くなる見込みで、夕方以降平野部でも雪の降るところが出てきそうです。天気は以上です。続いてアポロマークの井出光さんがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視
庁交通管制センター、坂井さんお願いします。はい、この時間も全般に交通量は少ないんですが、事故で渋滞、車両火災で通行止めのところがあります。首都高速8時からの入り口閉鎖はありません。都心環状線の外回り芝公園の右側車線で乗用車の事故処理が続いています。汐留から混んでいて20分、影響で羽田線の上りも少し混んでいます。静岡県内の東名の下りは菊川と掛川インターの間の通行止めが続いています。下り菊川の出口で1キロ混んでいます。警視庁から以上です。次の交通情報は8時18分頃です。皆さんこんにちは、松尾拓也29歳です。僕は学生時代からラグビーで死ぬほど鍛えられましたので体力だけは自信があります。今朝は生卵5個とマウシ入りの栄養ドリンクを3本飲んできました。だからこんなにエネルギーが満ちあふれ、バッテリーは急に故障します。イデミツのバッテリースーパーダイハードなら安心、お近くのイデミツで。商品価値をぐーんと高める、ダンボールケース化粧箱のご用命はトータルパッケージの昭和カートンへ。総価0489-41-3323、昭和カートンへどうぞ。耳かき、収納棚、掃除機、収納棚、モバイルヘッドクリーン、収納棚。年末のお掃除は村内の収納家具で賢く効率よく、家具は村内八王子。セブンイレブン、いい気分。スキーの人もボーダーもスキーリフト券はセブンイレブン。セブンイレブンが8時をお知らせします。8時になりました。話題のアンテナ、日本全国8時です。月曜日のゲストはスポーツジャーナリスト永谷修さんです。ドライブユアドリームズ、トヨタ自動車とトヨタの販売店がお送りします。古今東西、ネッツトヨタ東サイトまで売っている車、キュートなビッツ、クールな BB、 ラブ 4J、 ラウム、プラッツ、アルテッサ、アリス、目移りしちゃうラインナップ。車選びはお近くのネッツトヨタ東サイトまで。 We are the net。 それでは一度テストお願いします。トヨタ勝又グループは朝10時から夜7時まで営業しています。 OK。 夜7時のとこにわびさびが欲しいな。ルミちゃん、はい、スポンサーさんからで、ね、わさびっぽくお願いします。わびさびだよ。カローラ、カムリ、ウィンダムのトヨタカローラ。新型クラウンロイヤルに世界初マイルドハイブリッドシステム搭載車登場。さらなる低燃費化や大幅な排出ガスの低減を実現した世界が注目する環境先進技術、マイルドハイブリッドシステム、東京トヨペットでお確かめください。おはようございます。森本武郎です。遠藤靖子です。月曜日のゲストはスポーツジャーナリスト永谷修さんです。おはようございます。おはようございます。メジャーリーグの話が華々しくいろいろ入ってきましてね。本当ですね。何はともあれ、はい、野茂さんが、ドジャースに復帰するという、はい、これはびっくりしましたけど。そうですよね、最後のメジャーで最後って言ったら怒られちゃうけれど、ドジャースで育った選手がまたドジャースに帰ってくる、オーストラリアに帰ってくるっていうのはすごく良かったなと思いますよね。思いますね、はい。ドジャースはね、ドジャース球場行って見ましたもんね、野茂さんがマウンドに立つのを。あの時のすごかったでしょ、なんかね、なんていうのかな、非常に孤独な感じがね、漂いながら孤独なヒーローっていう感じで良かったんですよ。その後いろいろまあね、はい、あの動きがありましたけど、はい、どうなんですか、やっぱご本人としてはドジャースへ戻りたいと。うん、それはあったと思います。それで、彼の場合はどうしてもワールドシリーズで投げたいんだ、プレーオフで投げたいんだ、日本人の初めての権利っていうのを全部自分でやっていきたいんだっていうところでフリーエージェントもしましたよね、今回ね、はい、でそういう意味でなぜドジャースに入ったかっていうことになると、ドジャースに入ったから、彼がメジャーに行った時の一番最初のピッチングコーチがね、ウォーレスっていう人なんですけれど、今は偉くなりまして GM 補佐をやってるんですよ、だからノボが帰ってくれば必ずもう一遍あいつはやってくれるぞっていうことで、少々高いですよね、400万ドルですから、それで取ってくれたんですよね、2年契約。まあ金額もいい金額になりましたよね、だけどね、ただなんかだからといってロサンゼルスがそんなに歓迎してるかって言ったらそれでもないんですよね。ロサンゼルスタイムズは
先ほどの発表の時にね、昔のチームメイトが帰ってくるのはすごく嬉しいけれど、うん、その前に今の元のチームメイトであった、人間が、うん、5年契約でテキサスに行くのはどうだろうかってパクのことなんですけどね、そっちの方が、実際力があるんじゃないかっていうような表現をしてましたけれど、でも彼は最後のところで、最後の働き場を見つけてくれてよかったなと思いますよ ね、まあ、そういうそのマスコミの論調があればあるほど、燃えますね。燃えますよね。だから彼のもにとってね、ロサンゼルスっていうのはいい食食べる場所もあるし食べる場所もねいいな、好きなたくさん食べられるしいいんじゃないのかなと思いますけど。そうですね、そしてこの西海岸には、いますね。います。はい、何か計画立ってらっしゃるんですか。いや、ぜひ行きたいなと。だってこれ今度はサンフランシスコには新庄が、新庄が行きましたね。でシアトルにはイチローと佐々木でしょ。もうなんかあの辺こう一帯をこう、そうですよね、歩いてみたいなと思いますもんね。直行便で1時間ごとで降りてくれば最後はパムスプリングス行っちゃうんじゃないかって話もあるんですけど新庄は新庄で、これもまたジャイアンツ、彼はジャイアンツ行ってよかったと思います。しかもボンズの隣で守れるでしょ、それもまたいい刺激になるんじゃないかと思いますよね。そうですよね、ご本人も、やっぱりボンズからいろいろ吸収したいんだってこと言ってましたけども、でここのチームも、プレーオフに出るチャンスが非常にありますよね。はい、でここは西地区っていうのはですね、ダイヤモンドバックスでしょ、ジャイアンツでしょ、それからドジャースがあるでしょ、この戦いが見れるっていうだけでもゾクゾクしますよね。そうですね、結局野茂が投げて、新庄が打つっていう対戦も当然あるわけですよね。ものすごく多いですよね、同じ地区ですから。そうですね、面白いですよね、どうなんでしょうか。まあこういうこととその一方で、長谷川が自由契約になりました、そうですね、それで吉井は30万ドルで、エクスポスと来年も契約してくれることになったんですけれど、というのを考えると日本人の選手たち、つまりメジャーの中にとって都合のいい日本人というのは、せいぜい20万ドルから40万ドルの間の、長谷川にしてもすごく一生懸命投げました、で今年ちょっと故障者リストに入りましたけれどね、年俸が上がってくるとどうしても、なら他の安い選手たち、若い選手たちに、中継ぎピッチャーの試合っていうのはそういうところにあるような気がしますね。これ長谷川は、エンジェルスは自由契約ですけれども、他に移る可能性っていうのはどうなんですか。あります、非常にあります。それで、彼は中継ぎとしては、非常に使いやすい選手だと思います。だから要するに他の球団からオファーあると思いますし、実際12月にひょっこり六本木で会ったんですよ、偶然会った時に彼が言ってたのは、もしかするとエンジェルス辞めるかもしれないよって、自分の中でもどっか心の整理があったみたいですからね。そうですか、だからそういう意味では良かったのかもしれない。そして、メッツに小宮山さん。小宮山ね、これも20万ドルで頑張りますよね、36歳で頑張れるのっていうのもあるんですけれど、でも彼は何かを考えながら、何かに挑戦しながら、メジャーで何か新しいものを見つけてきてくれるんじゃないかと思いますよね。まあ新庄にしたって ね、最初は本当に一番安いところからスタートして、今年はもう億を超えると、小宮山だってやっぱり安いところからスタートするということになりますよ ね、 なすよね。というとなら谷繁と今、田口がメジャーを目指してますけれど、そんな高いお金出しませんよ、だったら日本に残るのかなっていう感じもしますよね、そうですね、まあだからお金との天秤になるとダメですね、これはなかなか向こうへ行くっていう日は起きないでしょうけど。そうですよ、だから向こうに行くには勇気を求めて実績残してお金年俸を稼げばいいことなんで、最初から高いものを求めていったら絶対ダメですよね。そうですね、この辺ははっきりしてますね。してますその代わりまた成績上げりゃ、ボンボン買い上げるというね、価格なんか500万ドルでしょすごいですよね、すごいですよね、だからこれがメジャーなんじゃないかなという感じがします。本当にね、まあ、そういう意味では、上を見ればキャリアし下もまた凄まじいと。でもそれからの這い上がれる場所があるんですもん、頑張ればいいんですよね。そうですね、日本のプロ野球ではもうこのところ阪神で、阪神の話になってきましたが、長谷さんどうなんでしょうか。これでまあ首脳陣大体固まってくる、選手の補強の問題はまあこれからまたしばらく出てくるでしょうけど、阪神は変わりますかね。
とりあえず、みんな選手たちは怖がってます、うん、やっぱりそれはそうでしょう、で体重、うん、きちっとしないと2月1日に罰金取られるぞって言ったら、はあはあ、初日以来100万って言ったんですよね。あ、そうですか、だからそういう意味で本気でこの人はやってくるから怖いぞっていうのはみんな聞いてますから、そういう意味ではすごくね、みんな選手たちも緊張してると思うんですね、うん、だからこの緊張感がずっと続いてくればいいと思いますし、キャパスしてるせいしちゃいけないとかですね、もう原点に戻ってきてますからね。あ、そうですか、はい、だからそういうところでは面白いんじゃないかなと思いますね。まあ阪神の選手っていうのは、うん、そういうその割と厳しいその指導体制っていうのについていくことはできますか？あのね、ついていけるんですよ。いけるんですか？いい選手たくさんいるんですけど、ユニフォーム脱ぐじゃないですか、うん、とすぐ周りがチヤホヤしちゃうもんですから、ついで一緒に遊びに行って大人様気分になっちゃうんですよね。この辺が間違いないで、ずっと野球漬けになってきたら、これは怖いですよ。いい選手いますもん、うん、まあ星野さんは記者会見でもですね、はい、鬼になると、うん、言ってますから、やっぱり中日時代と同じように厳しい指導体制を敷くと、中日時代って監督すぐ言うと、みんな言うとね、すぐ怒るんですけど、僕は厳しかったのは第一次、中日時代で、第二次になって選手を大人として扱ったぞっていうことをおっしゃってましたね、だから今度の場合、阪神の場合はどこの辺に置くのか、結婚してる選手は殴らないって言ってますから子供がいる選手は殴らないぞ俺はと言ってましたから、そういう意味では、どうなんでしょうね、厳しい反面優しさも出してくんじゃないですかね。そうですか。ただだけど中日ではやっぱり厳しい時の方が成績良かったですよね。そうなんです、うん、今年の場合は達観してましたからね、この阪神に来て厳しさをすごく前面に出すじゃないですか、それを田淵さんが間に入って、いいんだいいんだって、うんうん、あのおおらかさでね、明るさで何かやってくれるような気がしますよね。まあ少なくとも、はい、もうそういうね、阪神の今まであんまりこう勢いのない雰囲気から脱却するにはいい機会かもしれませんね、うん、そうですよ。ともかくでも明るくなったんですもん、うん、そうですね、でも話題がすごく多くなるから、みんな元気出るじゃないですか、そうですね、はい、我々ファンも、元気になりました。なりますよね。元の世代もそうなってます。そうですか。さて、最後に有馬記念にちょっと触れました。触れたくないんですよ僕はね。負けました。負けました。負けましたけど、いやーしかしまあ凄まじい馬券が出ましたね、486倍というね、はい、これを取った人は本当にいいクレーンになるんでしょうけれど、本当にアメリカンドリームですね。ただまあここでこの勝った馬2着の馬はともかくとして、はいはい、TM オペラ王という引退、この凄まじい強さを持っていた馬も引退の時に5着という、はい、そうなんですね、うん、普通引退レースだと勝つって今までの伝説みたいなのがあったじゃないですか、だから最後はそこにかけてみたんですけど、はい、アメリカのテロの方が勝っちゃいましたね、うんうん、そうですね。マンハッタンとアメリカンというね、2頭の名前が来て、まあ、今年はアメリカのね年だったからって言って、組み合わせた人もいるんでしょうけれども、僕はもう心情的にちょっとそういうことで馬券にしたくないなっていうのがあって、はい、やはりこの1年間の思いがね、うん、全部一つの馬にかけてみたいなって気もしますもんね、勝てがしてくれたんですよ、テレムとウプラオって。そうですよね。あれだけ強い馬も、もう最後のね、戦いで5着に沈んでしまうっていうのはちょっと寂しい気もするんですが、ただやっぱりまあこれから種馬になっていくわけですから、ね、そうですね、この子供がまた出てくるという楽しみもありますんでね、まあいずれにしても年末の風物詩である有馬記念は大荒れと、今年もなんか象徴的な競輪グランプリだけ残ってるとこっちの方にも行きますね、行きましょう。元気な永谷治さんでした。今度のデート12時間も一緒にいられるわよ。神様、予算をかけずに彼女を満足させるにはどうしたらいいんですか？トヨタレンタカーに行きなさい。ビッグプラス12時間税別5000円じゃ。トヨタレンタリーズ。ご予約は全国どこでも0070-8001万番へ。トヨタレンタリーズ東京でした。まさにマイカーって感じかな。彼女の車はネット東京のビッグだって。可愛いじゃないですか、見た目とか色とか。気持ちよく走ったり燃費がいいなんてことはもう当たり前で、それ以上にパートナーペット、そんな感じ。東京の街のビッツ、ネット東京がお届けしています。
ドライブユアドリームズ、トヨタ自動車とトヨタの販売店がお送りしました。 TBS ラジオでは朝日テレコムのご協力を得てダイヤル Q2 によるアフガン難民支援募金を行っています。皆さんの温かい心がたくさんのアフガン難民を救います。0990-581-581 にお電話ください。このお電話1回で300円が自動的にアフガン難民への援助に役立てられます。電気照明空調の無駄を発見し、ビルの省エネ省コスト、エネルギー診断も私たちの仕事です。あなたはエネルギー診断って言われてる。ビルを丸ごと心地よくする三菱電機ビルテクノサービス。新興証券リポート。新興証券のどれでも使える新興3サポートは、インターネットとコールセンタースタッフが一つにつながって投資家をサポートしてくれる。詳しくはコールセンターへ。0120-39-4545 39進行進行、あなたの満足最優先。森本武郎スタンバイ。時刻は8時14分です。 TBS ラジオ森本武郎スタンバイをお送りしています。キーワードプレゼント当選者発表。さあ、いよいよキーワードプレゼントの当選者の発表の週になりましたからね。そうです。12月17日の当選者をここで発表することにいたします。はい、キーワードはトラボラとサンフランシスコジャイアンツということで、はい、プレゼントは5万円分の商品券ということですから、いいですね。はい、応募のハガキも多くてですね、ハガキだけで3850通、はい、インターネット1650通、5500通の1日でいただきました。それではその中からのお二人、ここで発表しましょう。はい、お一人目です。東京台東区の越前屋進さん。すごいお名前ですね。越前屋さん、キーワードの出し方が難しいタイミングになりましたねとおっしゃってますが、はい、そうですかね。難しいと言いながら見事ゲットいたしました。おめでとうございます。お二人目、神奈川県津久井郡津久井町のですね、矢口ひろ子さん、主婦の方ですね。歯切れの良い森本さん、安子さん、声が大好きです。ありがとうございます。8時台の日替わりゲストのやり取りも楽しみです。これからもずっと続けてください。ありがとうございます。以上、お二人の方にそれぞれ5万円の商品券をお送りすることにいたします。はい、当選者の発表はもう明日以降も続きますので、ね、そうです。そしてその上に、今週金曜日には敗者復活のフグ料理フルコースセットプレゼントもございますので、外れてしまった方、こちらをどうぞお楽しみに。風をずっと前に行こう、本日決勝戦を行います。なお3連勝式の発売も実施いたします。サクロン S サラリーマン劇場。飲んだ翌朝会社に行くと、みんなおはよう。あれ、みんな、みんな俺の支持率が低下していた。飲みすぎてしまったあなた、胃痛胸焼けに緑の胃薬サクロン S、 ずっと飲めばずっと効きます。元気出していきましょう。エーザイ。奥さん、渋い顔してどうしちゃったの。この湯飲みじゃ傷が浮きなの。そんな時は金よ。ほーら、茶渋が簡単に取れちゃうでしょ。本当知らなかったわ。お皿もすべすべ、コップはピッカピカ、茶渋も簡単。お台所に金よ一本、これ一本。なるほど、金よ、やっぱり金よ。アクセスバトルトーク速報。浅木邦子です。先週金曜日のアクセス90分オールバトルトーク、小泉総理の通信簿、あなたは総理に何点つけますかというテーマでした。皆さんの平均点は61点でした。インターネットへの書き込みもご覧ください。聞けば見えてくる TBS ラジオ。今日お伝えした主なニュースです。東シナ海の不審船事件で、乗組員とみられる2歳の救命胴衣にハングル文字が書かれていました。アルゼンチンで暫定大統領に就任したロドリゲス氏は、
対外債務の支払い停止を宣言しました。アフガニスタン暫定政権のカルザイ首相が23日カブールで初めての閣議を開し、タリバン後の政権が本格的に動き出しました。ウサマ・ビンラディン氏の捜索が難航する中、アメリカ政府などの一部からビンラディン氏の死亡説がにわかに浮上してきました。その他のニュースです。政府は今日午前臨時閣議を開き、一般会計で81兆2300億円に上る来年度予算を決定します。今年度の当初予算に比べ 1.7% の減少と2年連続で前の年度を下回りました。歳入面では小泉総理の公約通り、国債の新規発行額が30兆円に抑えられています。全国の私立小学校、中学校、高校で来年4月から完全5日制を実施する学校はおよそ7割にとどまることが文部科学省の調査で分かりました。一方、国公立は全て5日制になるため授業時間の格差が生じることなどから、文部科学省は改めて私立側に5日制を取り入れるよう求めるということです。千葉市にある千葉大学工学部の実験室で昨日およそ20平方メートルを焼く火事がありました。怪我人はありませんでしたが、火元とみられる実験室には鍵がかかっていたということで、警察と消防で詳しい原因を調べています。昨日の夜、茨城県水戸市の焼肉店でガス漏れとみられる事故があり、店の従業員17人が体の不調を訴え病院に運ばれました。事故当時、店の中にはおよそ100人の客がいましたが、外に避難し無事でした。はい、明るくもう一回。皆様のトヨタ勝俣グループは朝10時から夜7時まで営業しています。はい、オッケー。スポンサーさんどうでございましょう。暗いな。朝10時から夜7時までのとこ明るくしてよ。はい、取り直し。セルシオマーク2オーパの芝トヨペット。時刻は8時20分。 TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センター、坂井さんお願いします。はい、この時間も全般に交通量が少なく静かです。首都高速まだ少し混んでいますが、都心環状線外回り芝公園の事故処理は終わりました。この他首都高速の流れは順調です。静岡県内の東名の下りの事故による、またその事故後の車両火災による通行止めは8時に解除されています。事故後の工事のために下りは掛川インターの手前を先頭に2キロ、通過に10分ぐらいかかっています。この他の高速道路、中央道や関越道、東北道、常磐道、外環自動車道、東関東自動車道などの高速道路の流れも順調ですが、関越道は塩沢石打インターと堀之内インターの間、濃い霧のために最高速度が50キロに制限されています。今のところ流れの良い高速道路の上り線も午後から行楽地からの帰り車で混みそうです。警視庁から以上です。ありがとうございました。坂井島さんでした。電車は首都圏の各線大きな遅れは入ってきておりません。お天気です。今日朝晩を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れるでしょう。東京の予想最高気温は13度、昨日よりやや高めとなりそうです。お母さん、僕ね、今日飛び箱食べたんだ。よかったわね。エスバイルのうちに住んでから嬉しいことが増えたみたいね。ときめきと感動の住まいづくり、エスバイエルは家族一人一人の暮らしを応援します。おかげさまで50年。エスバイエル230ヤード300打席、そしてイタリアンレストラン、広くておしゃれで美味しい川口グリーンゴルフは土日祝日も季節割引の打ち放題実施中。首都高川口線新井宿インターから車で10分、川口ジャネット隣、川口グリーンゴルフでナイスショット。週末のマイホーム探しももうおしまいね。そう、これも西部開発に出会えたおかげだよ。ご納得いただける物件情報が西部開発の各支店にはいっぱい。住まい探しからリフォームまで、マイホームのご相談は西部開発へお気軽にどうぞ。時刻は8時22分です。タケロートークパレット、身近で親切頼りになります。トヨタ東京カローラの提供でお送りします。新しい DS は9色のカラーバリエーション、かわいい。夢の CV システムがとっても便利。嬉しい。新型デュエットトヨタ東京カローラからデビュー。欲しい。年末は30日まで、年始は2日から営業いたします。
トヨタ東京カローラ。トークパレット月曜日は小松まさみのハワイで暮らそうです。ハワイ在住小松まさみさんです。おはようございます。おはようございます。メレカリキマカ。どうしたどうしたこれはですね、ハワイの言葉でメリークリスマスという意味なんですよ。そうかそうか。でハワイの人たちはメレカリキマカと挨拶をしまして、ハワイアンクリスマスソングもですね、街中のイルミネーションの中にもメレカリキマカが至るところにあるんですね。ああそうか。ああそちらのクリスマスはどんな感じですか。はい、あのハワイのサンタさんなんですが、うん、普通のサンタさんとはちょっと違うんですね。あのでっぷりと太って立派な白いひげ、ここまでは一緒なんですが、ハワイのサンタさんはまず日焼けしていて小麦色ですそうかそうか。そしてあの暑苦しいコスチュームは着てなくて、赤い派手派手なアロハシャツに、短パンにゴム草履という姿そうか、ね。そしてサンタさんはソリじゃなくて、サーフボードに乗って登場するんです。中にはね、首から霊をかけてフラダンスをするサンタとか、ウクレレを弾くサンタあとプレゼントを砂浜に置いてヤシの木にハンモックをかけてサバっているサンタなどどうもね、南国のハワイのサンタさんはですね、のんびりしていて遊び好き、いいねいいでしょ。今年のプレゼントの主流なんです、これはですね、まあアメリカ中でそうなんですが、うん、世界中でベストセラーになり映画にもなりました、あの、うん、ハリーポッターのおもちゃなんですよ。あそうかそうか。でおもちゃ屋さんでもですね、人気の商品はもう12月の初めにはすでに売り切れたそうです。あそう。でもね、ハワイはね、あの9月のテロ事件以来です、まあ、観光客が激減しまして、不景気になってるんですね。でいろんなところに影響が出てるんですけども、はい、例えばクリスマスのイルミネーション、あの先週お伝えしましたダウンタウンのイルミネーションなどは、まあ、例年と変わりないんですが、一般の家庭のイルミネーションの方が確かに今年は少ないというふうにね、皆さんおっしゃってるんですよ。まあ、カハラとかね、ダイヤモンドヘッドあたりの高級住宅地、かなり少ないぞっていうふうに皆さんおっしゃってるんですよね。私には綺麗に見えますけどね。ちょっと寂しいけどな、ねえ、うん、でもね、テロはね、悪い影響ばかりではないんですね。あのテロの影響で家族の大切さを再認識しまして、絆を深めたいという人が増えたようなんですね。ははで今年のクリスマスはプレゼントは地味になってるかもしれないけれども、うんうん、家族みんなが揃って過ごす意味のあるものになりそうなんですよ。うん、でそもそもね、アメリカのクリスマスというものは家族で過ごすもの、うん、そして新年は大騒ぎのどんちゃん騒ぎをするんですよ日本とはちょっとあんかな、逆ですよね。そうだね、もう日本の若い人はもうクリスマスの夜なんか家に寄りつかないよ。そうでしたよね、うん、私もそうでしたけどね。そうでしたか。はい。でハワイのニューイヤーズイブ大晦日なんですが、ダウンタウンとかホテルとか至る所でカウントダウンパーティーっていうのを行われるんですね。あそうか。で新年の瞬間にはアラモアナ公園とアロハタワーでドカーンと花火が上がるんですよ。でチャイナタウンでも大量の爆竹が鳴らされましてね、もう前も見えなくなるそうなんです、煙で。ね、でハワイの人たちなんですが、おせち料理を作る必要もありませんし、大掃除もしません、もう真っ昼間からアラモア公園に出かけまして、はい、深夜になる花火をですね、一日寝そべって待ってるんですもうサンタと一緒。そうか。まあ日本人もね、年末は随分ハワイに行くと思いますが、はい、今年どうなんだろうね。まあね、大量のキャンセルが出るんじゃないかと心配されたんですけれども、うん、例年の7割ぐらいの人が訪れてくれそうだということで、まあ、観光業界の人はホッとしているんですね。ただし今あの円安が進んでますよね。そうだね。1ドルがまあ130円前後ということで、もう果たしてその日本人の人たちがですね、お金をハワイで落としてくれるかどうか、そうか、これがね、皆さん心配してるようですね。そうですか。そのもう年末も近づいてきましたからね、本当にハワイがどんな状況になるか私もちょっと心配でもありますけどね。小松さんは再来週はスタジオに来てくれるそうですね。皆さんと逆に私は日本の方に向かいたいと思います。そうですから、ハワイから小松さんは日本に里帰りということになりますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日この後正午から TBS 開局50周年記念特別番組スタート、暮らしの物語1951、そして今私たちの暮らしの中に登場したもので綴る5時間の生放送、中西玲さんほか豪華なゲストも次々登場、あなたの50年がよみがえる。タケロートークパレット、身近で親切頼りになります。トヨタ東京カローラの提供でお送りしました。
8時半から首都高の入り口閉鎖は1カ所もありません。さあ、ゆうゆうワイド始まりますが、ゆりさんと西村千恵子さんいないな。あら、ゆりさん、どうもおはようございます。どちらにいらっしゃるの？今日は浅草駒形。あら、あら、私生まれたとこですよ。あらまあ、その駒形土壌さんですよ。土壌国ってな。今日は小沢昭一さんとかね、いろいろと浅香道夫さんもいらっしゃるんですよ。はあ、はあ、さつきみどりさんもね、にぎやかに。はいはい、どうも。何でも揃うグローバルホームセンタージョイフルホンダ、広い敷地の中に驚きの品揃え、その数なんと18万アイテム。だからあなたの欲しいが必ず見つかります。しかも何でもバラ売り、ネジ1本から革ジャリ、ダンプ1台分まで、必要なものを必要な分だけお買い求めいただけます。これはお得。北関東に11店舗、驚きの品揃えと嬉しい価格であなたの欲しいがきっと見つかる。グローバルホームセンタージョイフルホンダにぜひ一度お越しください。詳しいことはホームページへ今すぐアクセス、ジョイフルホンダ .com まで。ドンペイのマイホームスタグキレモン。さあ、来年こそホップステップジャンプの年、 TBS ハウジング町田会場はお正月から華やかに新春マイホームフェア。1月2日はわーい、おんまさんに乗ってパチリ、僕の写真でカレンダーができちゃった。3日はタコ作りの名人木村陽子先生の豆だこ教室、 DVD プレイヤーや人気のゲーム機が当たるお年玉ビッグプレゼントに、ぜんざい甘酒の無料サービス。 TBS ハウジング町田会場は小田急線からよく見える線路沿い、町田街道から市役所と反対側に入った町田消防署の前です。大野屋テレフォンセンターです。お墓を田舎から移したいんだけど。葬儀の生前予約について教えてください。仏事に関する疑問にお答えします。メモリアルアートの大野屋、お問い合わせは 0120-02-8888。 TBS 東京放送です。おはようさん、森本武郎、スタンバイ。おはようございます、森本武郎です。おはようございます、皆さん。おはようございます、大沢ゆりです。おはようございます、森本武郎です。